こんにちは、速稼塾のコブです。今日の YouTuber さんはですね、新規で登録してくださいました、投稿してくださいました、山ちゃん食堂さんというねタイトルでチャンネル名で出してくださったんですけども、こちらの動画の評価をお願いしますということなんで、これからですねちょっとレビューをしていきたいと思いますけども、まあ、あの動画をね切り替えるわけでもなくて、後でこの動画説明欄から山ちゃん食堂さんの動画を見ていただいて、チャンネル登録したりとかね、いいねを押して励ましてあげてほしいんですけども、なんかねこの100本ぐらい作っていくということで、今年から更新を続けてるらしいです。今ね10本足らずなんで、これからどんどん増やしていっていただけると思いますけども、ここでですね、私がね山ちゃん食堂さんにちょっとヒントを申し上げようと思います。まあ、山ちゃん食堂さんは、あの山ちゃん食堂って言いますよね。山ちゃん食堂は食事の YouTube ですよね。食事系 YouTuber ということになりますけども、食事系の中でねどんな分類があるかっていう、例えばね大食い系ってのがあるわけですよ。大食い系、たくさん食べるやつをねずっと30分とか1時間ずっと見せてるやつですね。これかなり人気があるんですよね。で、あとはね国籍別ですよね。あの中華ばっかりやるとかね、それから日本食ばっかり、和食ばっかりやるとか、イタリアンばっかりやるみたいな、こういうふうな食事で分類するのもあります。で、あとグルメですよね。とっても美味しいね、グルメだから500円ランチとかに限ってもいいですし、逆に3万円のディナーとかにしてもいいですしね。それからホテルの食事ばっかり行くとか、そういう分類があります。あとは自炊ですよね。自炊のワンポイントみたいなのを入れながらやっていくとかいうやつと、あとは自然食っていうのもありますね。オーガニックの健康食ばっかりを取り扱っていくみたいなのもありますし、それからラーメンばっかりやるのもあると思います。確かにね。それから肉料理を行ってみたりとかね、こうやっていろいろと種類があるんですよ、食事系って言っても。で、山ちゃん食堂の場合はこれで行くぞっていうのを打ち出すと、こういうふうなたくさんの食事系 YouTuber がいる中でものすごく専門性を引き立たせやすいんですよね。で、それをチャンネル名にしたりとか、タイトルに入れたりとか、サムネイルに入れることによって、ものすごくね、あ、この人はこれにこだわってやるんだっていうのが視聴者さんから分かりやすいんで、チャンネル登録が起きやすいということになります。で、しかも発信する方もテーマが絞れていくんで、やりやすいんですよね。で、結構ね、いろんなジャンルを扱うと収集がつかなくなるってことがあります。まあ私もね、いろんなジャンルに手を出してしまって、今、ものすごくね、視聴回数っていうのが落ちてるわけなんですよ。そういう風になるんですよ、やっぱり。専門チャンネルをずっと行くと、この専門家でやるぞっていう風なのがブランディングになりますから、USP っていうのになりますんで、できればね、これに行くぞみたいなのを宣言していくとか、これに行くぞっていう風なのね、打ち出していくのがいいと思います。まあ山ちゃん食堂ってからには外食じゃなくて、そうなんですかね、自炊か。自炊みたいなのをやっていくのかなと思いましたけども、外食があったりしますんで、まあその辺をね、すぐにじゃなくていいですよ。100本やる中で、だんだん、あ、この動画だったら自分はやりやすいな、そして再生回数も上がりやすいなっていうので絞れていけると思いますんで、そういうふうに目指していけばいいんではないかなと思いますね。その他ですね、やっぱり決意表明をしながらやるっていうのはとってもいいことだと思いますので、今回ね、メールで送っていたような、決意表明をね、しっかりと書いていただければと思います。じゃあ決意表明の方も、ちょっと一部ね、動画説明欄に貼っておきますので、皆さんに読んでいただきましょう。それではまた投稿待ってます。